サメの子山から、相鉄バスが、ノンステップバスが一人行きだね。ちょっと戻ってみよう。これまた戻ってきて、これは先ほどなんかホテルのような旅館のような佇まいの川の匂いがしてきたような、これ観光地ではないよね。はい、見つけましたよ。こっちだよ。これだね、川。さっきの道を素直に歩けばよかった。あ、何これ、これは初めて見たな。大抜き橋、これ片平川だよね。違ったらどうしよう。書いてないか、書いてない。もう違ったらどうしよう。だいぶ浅いね。これじゃ魚はいないだろうというぐらい浅いね。でも片平川とは書いてない。でもおそらくこれは片平川であるはず。先ほどの場所から20m、30m ほど歩いたらちょっと奥に柵がね、柵がここいるし、地面よりも下にある、なんということです。さあ、こう潜っていくんだね。あれ、なんか立派な橋のような佇まい。ここからこれが水が流れてる橋ですね。まるでモノレール。ここから向こうに渡ってあるのかな、橋が川が。渡ってきましたけど完全に見失っちゃいました。川多分こう下流れてるんだろうけどね。この下を川が流れてるはずなんだけど、どこに出る、あ、これかな。あ、違うか。あ、これでしょ、この下でしょ、きっと。ここがもしかすると元川なんじゃないのって気はしますけど。そうでしょ、きっとこれ川でしょ、元。この自然な回り方。じゃあその先に現れるのかな。まさしくそんな感じ。違うのかな、これ片平川じゃないのかな。で、どっちに繋がってるんだろう。こう行ってるのかな。こっちにはなさそうだ。じゃあこっち行ってみよっか。ほら、これなんかそんな感じじゃない、この駐車場の下あたりを流れてるんじゃないのかな。だんだん源流の匂いがしてきた。なんか水が流れてるような音が聞こえるね。違うか、木が風に吹かされてる。あ、ほら、やっぱ川の音だよ。ここだ、ここだ。流れてます。これ多分片平川です。このなんか公園らしきところを流れてます。入ろうか。またここ潜っちゃってんの？水流れてない、ここ。え？じゃあさっきの水源じゃないよね。なんか読めない、書いてないか、何も書いてないのか。じゃあこれは違う。やっちゃった、確かそうだ、これだよ。でも流れてない。つうことは、どういうこと？なんて流れてないもんね。この下流れてんじゃないの？さっきだって結構な量流れてたからね。ここは水が流れてません。じゃあ源流はどこ？あ、忘れた。若葉台
前ちょっと水の音が聞こえてきた。あ、流れてる、流れてるといえば流れてる。これ、ここが本流、おしまい、もしかしてそんなバカな。うわ、このまま川抜くのは嫌だな。ちょっと待ってくださいよ。あ、見えてきた。流れてない、溜まってるだけ。おお、喉乾いたな。ここまで来れば飲めるかな、この水。そうです。いやいや、これでもそろそろ終わりですね。きっと終点ですね。これはもはや片平川と言えるのでしょうか。あ、流れてる流れてる。お、アジサイ。うん、そろそろ終点かと思うんだけど、あ、終点だ、違った、わからん、暑い、喉乾いた。で、まさかここが終点？終点？この人だね、きっと。もう現れないのかな。あ、鳥居がある。あ、天然温泉だ。天然温泉入りてーけど、あ、ドリンクがある。ドリンク飲もうかな。とりあえずその前に鳥居を。これなんか片平川に関係あるんでしょうか。うん、わかりません。あ、パンパン、ません、失礼しました。あーて、もはやこれまでおしまい、まさかのおしまい。なんか聞いてたのと話が違うな。この先あんのかな、ないでしょ。ちょっと違ったかも。このガードレールは何？あ、流れてんのかなか。あ、ありそう？もしかして。あ、ある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 。あるある。あった。あ、チロチロ聞こえる。ここだ。あった。あ、橋もある。もしかしてこれが一番最初の橋？になるのかな、もしかして。ほんと、なんか進む場所が定まらないでごめんなさい。はい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 、せっかく植えてんのに抜き取らないでよと。お、これリバ、違うか。あ、違う、最初の橋じゃない。これがまだあるから、まだ先回るな、これきっと。そろそろ源流かと思いきや、まだまだある感じで。うわ、ここにも橋があったってことは、もしかするとこれが、あ、なんかこれ以上先には橋はなさそう。もしかするとここが片平川最初の橋かもしれません。河口付近のね、橋はあんな立派なんだけど、ここベンチとかあるけど人来ないっしょ。車も通らないですね、こっちは。はい、50メーターほど来ましたけど、これは橋というか、橋があった。まだあった。ここでお休みができると。あ、まだでも座った感じが、感じじゃない。座った形跡がありますね。割と頻繁に使われてると思われます。いや、本当もう滑舌悪くてすみません。
喋んの下手なの、喋るなって言うんだけどね。いやいや、ちょっと喉は痛くて、あと緊張してるから、なんだ、何言ってんだ、何言ってんだ、わかんないような、あじゃないわ、あれかな、なんだか区がいるな。あ、もしかするとこの辺、あ、違う、あ、これか、これが源流と言われているところかな、そんな感じだけど。景色はこんな、一応こっちは赤羽台の団地、団地群ですね。ああ、なんか片平川はこの若葉台団地を作ってる時に形が変わってしまったという話を聞いたことがあります。でここはというと、なんか片平川とは違う、またありました、片平川水源、50メートル先でも、そう、車止まってて行かれないだろうな、50メートル先行きたいね。じゃあ行きますか。はい、この狭い道を行きます。10メートルほどあると思ってて、うわ、近っ。これ見に来る人いるのかね。あ、でも歩いてた跡があるっちゃある。あ、階段、階段、グレーの階段が、しかし、まあ、あった、これだ、じゃ、じゃ、50メーターもあった。片平川水源、片平川延長約、片平川 17.3 キロ。うわぁ、それを、私は来たわけですね。もう、暇人ですね。なんか、ジョン・レノンの曲にもそんな曲がありましたけど。これなんですね。はい、でもなんか話とは違うんだよな。いや、タニシがいる、アメンボもいますね。片平は最先端の虫、生き物というわけで、あ、橋、これが最初の橋だ。じゃあ、じゃーん、これが最初の橋でございます。てなわけで、あ、じゃあせっかくだから景色見せましょう、見せましょう、見せましょう、見せましょう。はいはいはい、あー、片平川ルート、河口へ何キロって書いてないな、あ、書いてあった、さっき言ったっけ、 11.7 キロだった、 17.7 キロだっけ、忘れちゃったな。こんな景色でございますよ。扉回す、はい、情報を持ちまして終了とさせていただきましょう。締めの言葉が思いつかん。まあ、最後までご視聴ありがとうございました。つまんない映像を、つまんない動画をアップしますが、またよろしくお願いします。それでは、バイバイ。